ドクターコーの目に優しいラジオ。はい、こんにちは、ドクターコーです。このチャンネルでは視力にまつわる様々な情報を発信しています。皆様ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。視力回復の瞬間第4版発売というわけでですね、今日のテーマなんですけども、視力回復の瞬間第4版改訂しまして、そちらのお話になります。7月のですね19日、今朝はスネレンタイムね測ったんですけども、やっぱ朝ってそんな視力出ないんですよね。おそらくお昼がね一番、スネレンタイム出るんですけども、まあ3メートルと6メートルの位置から、まあ、視力表を見てみて、いや思うのは 2.0 とかの人ってどんな視力してるんだろうと、6メートル先からそんな細かいとこ見てたのかっていうね、本当にびっくりというかね、やっぱりその気にしない人と視力のいい人って住んでる世界が全く違うんだなっていうねことをね改めてね感じさせられました。まあ結果は3メートルの位置から、まあ朝は本当 1.0 読めるか読めないかぐらいなんですけども、3メートルの位置からだと、まあ、大体2分14秒今日出て、まあ、1.0 の列は多分半分ぐらい読めたかなっていう感じでした。そして6メートルは測定してないんですけども、6メートルは難しいですね。まあ大体 0.5 見れればいいかなぐらいですね。やっぱ距離感っていうか、その遠くならなるほど難しさ増すんだなっていうね、同じ 1.0 でもちょっとピンと合わせられなかったです。またねこれもやっていくうちにうまくなるんだろうなと思うんですけども、うん、やっぱりですね 2.0 ってすごいなと思います。で今日なんですけども、まあ、そんなね、視力回復のトレーニングについてちょっとねお話しさせてもらいたいと思います。今日その、更新されたね視力回復の瞬間なんですけども、そこにね、まあ、眼球運動を5つね加えさせてもらいました。今まではね、本を読んでくださいというねことで終わりにしたんですけども、まあというのもね、その外眼筋トレーニングね、眼筋トレーニングっていう本は私がね視力回復の瞬間を感じた本だったんで、まあ紹介してもいいのかなっていう感じでね、で眼球のについてはそこだけにしてしまってたとこがあるんですね。でただまあその眼筋運動っていうのは図形をですねただ目で追うだけなので、言ってしまうと目の動きの一部でしかないんですよね。その目でですね動きを追うっていう動きに相当する活動性水中眼球運動っていうね、大きく分けて5つ眼球運動がある中の1つなんですよ。その他にですね、あと 3D 立体視ねありますよね。あれは複層反射のみですね。近見反射と遠くを見る時の反射を起こしているものになります。他にはですね、まあ、錯形度って言って急に現れたものをね、パッと見る能力とか、あと、まあ、視点をですね、ずらさずに、まあ、10秒ぐらいぐーっとね、見るね、そういった能力も必要になりますし、それで、まあ、4つなんですね。もう一つが、それで5つ目がですね、電車を乗ってる時にですね、こう、電車の外の景色見てると、最初、こう、ぐーっと、見て視野の外に外れると急にまた違う視点に戻る、あの感覚わかりますか？あれも実は前提が関係している目の動きであって、あれがですね振動性眼球運動っていうね、運動になります。最初ゆっくりね外の景色を見るんだけど、戻る時ってものすごい早いですよね。あれは前提の神経核を通ってる反射になります。まあそういうわけでね、眼球運動っていうのは5つあるんですよ。うん。で、5つをね、まんべんなくやっぱやらないと、本当は、目が良くなりません。なので、その眼球運動1つだけでトレーニングが、できているということはないんですね。で、リハビリとかね、そういうところの、まあ、文献を読むと、絶対に、まあ、4つか5つね、その運動が載っています。で、今回はですね、まあ、ある論文から、取らせてもらったリハビリテーションの
方法を取り入れています。でその方法がですね、脳梗塞後の眼球のその可動性の局所に関して、改善を認められたっていうね、科学的根拠は割り出しねある、方法になります。でそれは方法なんですけども、なんとですね、8週間で効果がしっかり出たっていうね、ことがあります。でもともとその眼球が1ミリぐらいしか動かなかった人が8週間やったところ、1日20分ね、6回週6回ですね、8週間行ったところ、目の動きがね 4.3 ミリぐらいかな、もう4倍以上になったというね、報告があります。でなおかつですね、そのトレーニングの前後ですらもうその眼球の動きの範囲が2倍ぐらい違うんですよ。1ミリが 1.9 ミリぐらいになっているというね、そういったデータもあるので、かなりですね、外眼筋に対して緩ませるとかね、緊張を解くような効果が高いトレーニングだと思って今回ね取り入れてしまいました。もちろんね、脳梗塞後でも眼球が動かないというのは眼筋の麻痺なんですよ、ね、眼筋がうまくね動かない、拘縮している。それを緩めるために使ったのはその脳のね反射であって、自分で動かそうと思っても実はなかなかね動きが、自分で動かそうと思うと脳梗塞だとなかなか動かせないんですよ。ただしその反射を使ってね、脳のその意識と関係ないところに動かそうとすると、動くというねことがね分かったということだと思います。でぜひね、今回入れたいですね、5つの運動を入れていますので、それもねやっていただくと目にね輝かしい瞬間がやってくると私は思っています。そしてですね、その治療期間に関してなんですけども、まず必ずね知っておかなくちゃいけないのは、いきなり次の日に視力が完璧に回復するということはないということはまず頭に置いとかないといけないです。で視力回復っていうのは必ず段階があるんですよ。ただしその段階に関しては、ね、どの視力回復本に関しても、ね、載ってないですよね。これはですね、残念ながらその視力回復法が、軽い近視にしか効かない可能性が高いと私は思ってます。ほとんどがですね、目にしかね特化してないですよね。1日10分なんか視力トレーニング法とか、なんとか式視力回復法、全部ね目なんですよ。目の動きしかね入れてないんですよ。それではねどうしても軽度か近視以外は治らないというね現実があります。強度近視、中等度近視で治したければ必ずね体の運動を一致させて、そしてそのね反射を利用うまく利用したトレーニング法をしなければ治らないんですね。そのね反射をうまく利用したトレーニング法を効率したのがねウィリアム・ベイツ博士であって、それをね受けたねオルダス・ハクスリー、本が本当に読めなかった、本がなかなか読めないんですよ、どういう状態だっていうねぐらい目が悪かったのに、長年本を読めるようになったんですよ。でもね、もしベイツ博士の方じゃなければね、目の 3D 立体視やれとかね、まずできないし本は読めないんでできないし、他のね方法に関しても目だけに特化してもらったオルダス・ハクスリーは良くなってなかったと思います。そのオルダス・ハクスリーですらですね、8週間、約2ヶ月で目がね、前よりも数倍良くなったっていうね発言するぐらい改善してるわけなので、ということはですね、2つの、1つの論文、1つはオーレラ作成の経験というところで8週間ね、おそらく目に変化はあるでしょうと。で一番初めの目的は視力回復の瞬間ね、正常視力で物を見るっていうところまでね行くっていうのが、ね、第一段階です。その後はさらにですね、体と、聴覚とね平行神経、平行感覚とそれらを統合させていかなければ視力は正常に戻っていきません。なのでその次のステップがあるということももちろんね理解していただかないといけないと思いますが、まずはそこがね最初の突破点ですね。そこに行かなければ視力が回復しませんので、ぜひね、視力回復の習慣を読んでいただいてトレーニングをぜひね開始してください。それではですね、今日はこれで終わりになります。
一応ね、このチャンネルの目的はね、100人のね、視力回復者を出すこと。そして、さらにですね、まあ、視力回復回復さんとコラボレーションしたいということで、チャンネル登録9000人以上を目指すということで、頑張っております。ぜひね、応援の方よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。